さあ行くよ。はい、じゃあ行きます。音楽聴く時間ないもん。行くよ。行きます。今日、え、だって昨日も来たよね、正直。実は昨日なかったよ。昨日なかったよね。あれしかなかった。やばくない？これしかなかったの？え、ちょっとパパに電話して確認して。一応待って大事件だね。でも19巻ないね。じゃあ1冊ずつ取ってって。私取りたいんだけど。いいや。5からね。5、6、7、8、9、10。いる？うん。持てる？持てる。ひにちゃんも持ってあげたら。はい。私多分14まで見た。なんでピストル持ってんの？すごいね。お守り。リミ持って。15から持って。リミ15から取ってあげて。取れる？やばいやばい。取った？取った？18まで。はい。で、決めちゃって喜んだのはいいけど、次リミちゃんの自分の欲しい方なんだっけ？あなたは漢字の辞書みたいなんでしょ？やばい。お勉強系です。落ち着いて。うるさいから。上部持てる？やばい。一応ね、これ19巻なかったんだけど、18巻まであって、で1巻だけしーちゃん持ってるから、2巻から18巻まで一気に買いたいと思います。ネットで買ってたんですよ。よかったね、普通に買えて。ネットで買ってたんですよ。でもね、来なかったんだよね。そうなんですよ。でメルカリで買うと高いから。そうですね、我慢しててね。そうです。よかったね、普通に買えて。うわ、漫画喫茶行きましたもん。もうそうだね。でもやっぱ欲しいんでしょ、ね、この辺まで読んだ。うんうん、こっからここまで。じゃあ帰ったらこれ読むんですか？明日も休みだしね。ここ読めます、ここ。明日も休みだしね。ここ読んで、またここから、うん、ここ読んで、うん、ここだ、ここ読んで、うん、ここが読み終わったら、またここから戻る。また読み返すの？じゃあリミちゃんはこの初めての漢字辞典いいの？これで、スリッコで。なんか本当にこれ欲しかったの、カノンが表紙のやつ。じゃあリミこれ持って。よし、じゃあこれ買おう。はい、じゃあ本屋ではこれでいいですかね。はい。ノートもちゃんとゲットしました。バタバタしてたけどね、デジのところ行ったらノートがあって、急遽ね、ノートもね、変えました。やばいやばい、なんでこんな幸せなんだろう、私。重くないですか、翔さん。全然重くない。あの、車に置いて置きに行ってもいいよ。無理です。無理。ダメです。ずっと持ってたよ。はい。壊さないから。そうなんだ。よかったね。やばい、なんで。リミもよかったね、これで漢字の勉強が。風邪気のせんかんなくてね。やばやば。うわーってなってたらね。そう、やばい、絶対あったんだよ。やばい、気温だけど、やばい。めっちゃテンション上がってる。洋服ってここリミ、ここ、学校で着る洋服だって。リミが好きそうなの、あの、あれだよね、こういうパンツ。あ、これスカートか。あれじゃない、この辺じゃない。リミが好きなのこういうやつじゃないの？これ、こういうの大好きだよね。ジョボはいいんですか？ジョボはいい。これ、いくない？これ、ラインだし、動きやすそう。意味は絶対こういう方だよね。あ、でも、じゃあちょっと選びましょう。読んじゃった。あ、これ可愛いよね。こういう服可愛いよね。最近なんかこういう格好が流行ってるっぽい。ロングスカートが流行ってる。帽子はもうリミちゃんシーズンオフよ、さすがに。かわいい。色替えするの、リミちゃん。帽子色替えするんですか？リミちゃんマークがかわいい。
かわいい。ニコちゃんも。大丈夫？何にもあるけど大丈夫？違う。かわいい。ミミそれダボっとしてるのが好き。ミミこういうの大好きだよね。大人になったらこういうのしか着ない。また言い切ってる。この公園めっちゃ怖いって。あ、この前見たのと違くない？何？この前見たのもうちょっとなんかさ、コテコテにさ胸のところになんかついてなかった？確かに。中も見てみる？あ、これじゃない？これ。昨日見たやつ。これ可愛いよね。あ、もうここのマネキンさんが着てるじゃん。多くないですか？これ可愛いよね。春に。そっか。うん。でも普通のこういうやつも可愛いけどね。お花がいい。あ、そうそうそう。これこれこれ。可愛いよね。やだ。これ見て、マネキンが着てるやつだよ。怖くない？本当？ちーちゃん似合わない。似合わない？ねえ、ちょっとさ、これはでもママもこういうの大好きだけどね。ちーちゃん絶対に。でも春っぽくない？春っぽくない？可愛いよね。いつもあげてるカミカミあるかな？探すのが大変。この辺っぽいかな、うん、あった。あ、すごい。何これ、4倍だって。何？これダメだ、喉に刺さる。これじゃない？うん、これだ、そうそうそう。これいつも食べてるやつ。これじゃないと2個。2個買ってこ、すぐ食べちゃうからね。これが白コロの大好物です。これがないとね、ストレスが溜まりそうな勢いだよね。うん。よし、じゃあこれを買おう。買おうな。ここに白ボロ連れて行きたい。あ、そうね、ドッグランがあるんだよね。今度は来ようね。はい、じゃあね、うん、食品でちょっと買い物して帰りましょう。はい、はい、可愛くないこれ。やばくない？これアポロヨーグルト。本当にこうなんのかな、2層に。私これがいいんだ。え、これ可愛いね。可愛いね。大きいの箱だけどね。なんかいろいろあるよ。お砂糖控えめだって。こんなのもあるのね。これ買うんだ。もうカゴに入れてる子がいる。誰？ベビオリオ。はい。あ、このヨーグルトも食べるんですか？ヨーグルト好きね。はい。なんかなんだかんだめっちゃ買ったんだけど。ね。まあでもあのこの辺はもう食材だからね。ね、しょうがないです。はい。はい、じゃあ帰りましょう。ガチャガチャやりすぎでしょ。読むんですか？読みます。またです。そうですね。そんなに目に受ける。はい、もうね、遅くなっちゃったんだけど。はい、8時もう8時半前、20分。はい、今日はでもしょうがないですね。漫画読んでたんで仕方ないです。あ、帰ってきたのがもう7時半だったのね。食べたい。うん、いいよ。いただきます。はい、絶対美味しい。リミが最初はご飯。うまっ。我が家はね、
朝もな夜も納豆食べる。食べる時は食べるね。うん。納豆はやっぱね、体にね、めっちゃいいらしいです。でみんな知ってると思うけどね。うん。納豆大好きなんですよ。納豆美味しいよね。めっちゃ美味しい。ひみこ。リミはトマトが嫌いだからカニカマ。カニカマです。カニカマ、あっちの来ちゃった。いらん。黄色おいで、白いで、白いで、うん、かわいいな、白は。ちーちゃん、すごい納豆泡だったね。わー、納豆泡だったね。わー、いつもこんぐらいで、すごい泡立ってる。いつもこんぐらいで。そうなんだ。ワーオですね。ワーオだね。ジホの一番好きなの納豆巻きなんだ。そうだよね。知ってた？ん？知ってた？うん。うん。うん、知ってた。知ってたの？知ってたの？うん、知ってた。知ってた。納豆って毎日1個食べるとね、長生きできる、うん、そう、テレビでやってたよね。うん、100歳超えるよ。うん、納豆は免疫が令和じゃなくなる。ん？じゃあ私も長生きできるかな。納豆好きだから。納豆はほぼ毎日食べるじゃん。そうだね。はい、じゃあゆっくり食べましょう。はい。ですか、それ17巻。17巻？はい。2巻からずっと？うん。15から18まで、19まで、うん、読んでなかったから。あ、そっか、漫画喫茶行ってんのもね。15、16読んで、先に18読んで、最後17。はい、というわけで今からね、鬼滅の漫画を読んで寝たいと思います。おやすみなさい。バイバーイ。グミ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 ペア。